去年はこれが良かった。サル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 スラム。どうも、ハルです。今日紹介するのは、じゃん、ヴィレッジヴァンガード5000円の福袋です。国家機密、国家機密ましたね。そしてこの福袋を買った時に、こちらの大大大吉という、何が入ってるんだろうなんかスナック菓子だと思いますけどね。こちらがついてきました、はい、この後ろになんか大ボケがついてるね。はい、大ボケがついております。海外旅行が当たる。海外旅行ですよ、ね、海外旅行保険付きです。それなんかいろいろサービスの割引券とか20券入ってます。では開けてみます。こちら何が出るかね。では1個ずつ出していきましょう。他の YouTuber の人も3500円の袋を開けてたんだけど、なんかね、重いやつはね、変な鍋が2個入っててろくでもないんで、今回は5000円にしてみました。はい、じゃあ1つ目、業界ウォッチのペットボトルキャップ。かわいい。なぜ業界ウォッチ業界ウォッチ、業界ウォッチ。お、これ結構重い。カーリングだ。カーリングだね。カーリングゲームだね。カーリングゲーム、重さ稼ぎっぽいですね、これね。はい、こういう正体不明のちょっとアメリカ玩具みたいなのが入ってるんだよね。あら、 CD、 CD、 誰の CD だろう。コースター、ラバーコースターですね。昔のレコードの形してますね。あ、これいいかも。なんかドロドロでベタベタで、なんかでもくっつかないみたいな、そういうのが売りの商品。ピープス、ピープスってあります。なんだこれ、面白いね、このピープスって。これすっごい面白い。丸めるとスーパーボールみたいになるんで、ね、スーパーボールみたいなんですよ。伸びる弾むだもんね。こんな目をつけることもできます。なかなか楽しみですね。これすごい面白いです。多分これが国家機密ですね。永遠に遊べます。おお、ブランケット。お、いいですね。ブランケットでかいな。これ柿ピーとか入れるやつだよ。スナックディスペンサー。いいね。いいね。楽しいね、楽しいね。いいね。これ、これ嬉しい。そしてラスト。ラストなんだけど。なんだこれ。出た、白箱。白箱。怪しい白箱。ね、白箱にはこの。それが入ってた。お猿さんが入ってたけどね。ウェディングフィギュア。なんだー。おお、何これ。引っ張ってる。おもろいな。おもろい。どこに飾ったらいいんだこれは。わからない。これどういうコンセプトで作ったのかちょっとよくわかんないんだけど。生えている今日はね、ヴィレッジヴァンガードの5000円の福袋を開けてみました。この謎の国家機密。皆さんも当ててみてね。テロン、さよなら。